紀元クラゲの祖先はおよそ6億5000万年前に現れたとされており、初期のクラゲは現在のものとは異なり、より原始的な構造を持っていました。クラゲは多細胞生物の一種であり、初期の単細胞生物から進化してきました。クラゲの語源については、目がないように見えることから、クラキに由来するとの説や丸い入れ物クルゲに由来するとの説など諸説あります。クラゲは四方動物に属し、四方を持つことが特徴で、四方は獲物を捕らえたり防御したりするために使われます。クラゲには中枢神経系や脳がありません。そのため痛みや意識を感じる能力はありません。クラゲは放浪性の生物であり、海洋の潮流に乗って移動します。これは独特の傘状の体と触手を持つことで可能になっています。クラゲは海洋生態系において重要な役割を果たしており、小型のクラゲはプランクトンとして海洋生物の食物連鎖の基盤となります。クラゲは放射対象を持つ生物です。つまり、体が中心から放射状に均等に広がっています。多くのクラゲは透明な体をしており、この透明性は彼らが水中で目立たず獲物を捕らえるのに役立ちます。クラゲの中には触手に毒を持つ種類があり、彼らは獲物を捕らえるだけでなく、脅威から身を守るためにも毒を使います。クラゲは生物の中でも得意な生き方をします。成長段階でポリプという形態からクラゲの傘状の部分に変化し、傘は老化することがありません。これは彼らが無限の再生能力を持っているからです。中には光るクラゲがおり、特に有名なのはホタルクラゲで、彼らの体表には発光器官があり、海中で幻想的な光を放ちます。クラゲは単独で泳ぐこともありますが、大きな群れを形成することがあり、数千もの個体が詰まって群れを作ることもあります。アジアなど一部の地域ではクラゲを食用とする文化があります。特に中国や日本ではクラゲを料理に使用することがあります。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録お願いします。